木垣正康は、江戸時代前期の企画である。家元とは、独立して活躍した財野の競合として知られる。経の人。初代、大橋総慶が、幕府のお抱えとなり、その地位が2代、大橋総悟に引き継がれて、家元制が成立したことに、ゼアスはことを唱え、自らに譲るべしと総悟に挑戦状を送った。総悟は、門下生で、娘婿の初代。 伊藤総監を立てて、ゼアスを迎え撃つこととした。これが、争い将棋の起源であるとされることがある。コレアスはこれまでに、総監と角落ち、高落ちで何度も対戦していたが、角落ちでは、コレアスの前哨、高落ちでようやく差し分けであった。コレアスは、開けて、総監を倒して、家元の地位を奪うべく、タイブリッヒ社の岩ン戦法という新戦法を考案していた。 しかし、相互の意向により、平手ではなく、右京乳と角落ちの二番勝負とされてしまい、ゼアスは泣くなく難儀戦法を封印して戦うこととなった。対局は1652年の8月に行われた。右京乳と角落ちのどちらを先に指すかを駒を振って、決め、右高落ちが先となった。一局目の右高落ちは8月5日に行われた。 相飛車で六七とも七二銀を並べる二枚銀の構えを採用し、袖飛車からの攻めが決まって、コレアスが勝利した。勢いに乗るゼアスは、高落ちで勝ったのだから、平手での勝負を受けよ。角落ちで負けるようなことがあれば、将棋をやめる、などと、相関を挑発。ひとまずは事前に決めた、通り角落ちを指すこととなったものの、 もし角落ちでもコレヤスが勝って連勝となれば、次はいよいよ平手で勝負せざるを得ない。平手ならばゼアス得意のガ銀がついに日の目を見る。家元の地位をとして、総監は決死の覚悟で角落ちの対局に臨んだ。角落ち対局は8月8日に行われた。コレヤスの三権飛車から乱戦となり、両者一心一体の攻防が続いた。 百六十一手にも及ぶ戦いの末にゼアスは投了。生涯落とした激闘によって成功突き果てた。ただしアスは投了と同時に血を吐き、これが原因となって一年後に死んだ。打倒家元に向けて、コレアスが草案した秘策、鑑議戦法が家元相手に使われることはなく、かくして相互、相関の家元の地位は住んでのところで守られた。 この一戦は、ゼアスとケツのツボネという名で講段の題材となり、現代に伝わる。しかしながら、現在では、ゼアスとケツのツボネは大幅に脚色されたものではないかとされている。この対局の7年後の1659年7月22日に、ゼアスが、石井少尉と対局した寄附が残っているため、この対局が原因で死んだというのは事実ではないと、考えられる。 コレヤスは、ンギ戦法の創設者としても知られる。ただし、ゼアスの考案した、ンギ戦法とは、タイブリッヒ社の非企画戦法のことであり、現在、アイビ車戦で用いられる囲いとは異なる。伝承によれば、家元に挑戦状を送った、ただしヤスが、河原で作戦を練っていた際に思いついたのが、ンギ戦法である。ンギとは、階段のことである。ンギ戦法では、 タイブリ飛ヒ斜線で25から69まで駒を階段のように斜めに並べてから角を79に引く。すると駒の階段を登っていくかのように角筋が争点に届く。コレアスは船着き場の階段をヒントにこの戦法を創案したとされている。しかし、この戦法はコレアスの死後徐々に姿を消していき、1930年代から1940年代には、 めったに見られないものとなっていた。そんな中、当時流行していた、相比車線の二枚銀の構えを、ゼアスも採用していたことから、ミゾロギコウジラ一部の騎士によってこれが、ゼアス公安のガンギ戦法であると誤認され、ガンギと呼ばれるようになった。なお、本来のガンギは、階段が由来であるが、二枚銀の構えをガンギと呼ぶ、場合には、二枚銀を、雪よけの屋根、 岩木像に見立てているという誤った説明がなされることが多い。コレアス自身は伊藤総監との右コーチの対局などで相微車線の二枚銀の構えを採用したことがある。ものの、この形はそれ以前の将棋雑誌も使っていたものであり、ゼアスの総案ではない。ありがとうございます。